はい、クラムハンクです。今日は大阪からお客様がよくあの YouTube でもコメントをしていただいて、はい、いただいて山本さん、山本です。どうも、大阪からわざわざありがとうございます。とんでもないです。わざわざ大阪からファズを引き広げたっていうことで、なんか女子も連れて行きますとかって言って、はい、うん、来ました。はい、でもなんか僕もなんかこの動画撮る前に大体こう次回のスケジュールみたいなのが出るんですけど、はいはいはい、16時 LA メタル女子って書いてあって俺のもう、どういうこと、俺のスケジュールもそうできた。どういうこと、16時 LA メタル女子って何なんだそれ。大阪から来ました、LA メタル好きやけど全然違うバンドやってます、ゆいかです。ゆいかさん、はい、よろしくお願いします。お願いします、お願いします。 LA ガンズ書いてある。 LA ガンズ書いてあるね。はい、いいね。もう特攻するじゃないですか。あ、これ0戦とこれはバッケーオープンエアですね。あ、これケンケン大好きな、お酒開けるときに。あ、そうです、そうです。ああ、何が好きなんですか。LA メタルはラフカット。ラフカット、よそ行きの回答はモトリークルーとラットって言います。ああ、そこで来るとちょっと分かってきます。それがよそ行きです。ラフカットっていうバンドはみんなま知らないみたいな。知らないんですよね。何の影響で LA メタル好きになったの。 MTV を見てて、全然ジャンルの名前とか知らなかったんですけど、はい、髪モコモコしてるやつ全部かっこいいなって思って、まあ、LA メタルがなかったらね、ビジュアル、日本のビジュアル系はなかったもんね。みんな結構勘違いしてますけどね、グラムロックの流れだと思ってるけど、グラムロックは日本でいうと今の京志郎さんとか沢田研二さんとか伊右衛門とか流れるんだけど、なるほど、一回 LA の方にグラムロックが行って LA メタルになって、そこの下に X が来るんですね。なるほど。髪とかね、あの逆立てとかそうですよね。あのスプレー1本使うという大エースプレーですね。やっぱ僕トミー・リーのマール、あれ結局やめないでしょ。ね、バンドを辞めるとか言って、辞めるっていう契約書を作ってたのに、うん、それを爆発する映像を撮って再開します。すごいね、ジーンズメイトと一緒だね。閉店整理やってると思ったら次の週にまたオープンしてんでしょ。最終的になんかジェットコースターみたいなね、乗ってましたね。乗ってて、ドラムがで、コースターのあのコースターじゃん、あそこにドラムがくっついてて、ラストツアーアメリカまで行ったよね。え、あ、そうで、私見に行った日、止まったんですよ、コースターなんか故障で上で止まって、なんかはしごみたいなんで降りてきてダサかった。なかなかハードロックの話題にならないからいいかもね。いや、そうですね、なかなかハードロックのエフェクターも作ってないしね。作ってないね。え、アメリカどこで見たんですか。 LA です。あー、さすがそれ連れてこられちゃったんですよね。そうですね。よくも分からず。よく分からず。いや、でもね、この絵面だけでも完成してますから、いいですよ。もうサムネがいいっすよ。サムネがいいっすね。サムネがマジでいいっすよ。サムネがいいっす。で、バンドやっていらっしゃるんですよね。バンドやってます。はい。それは大阪が拠点なんですか。そう、あ、でももう、透明版はいつも常にやってますね、ライブは。すごい。はい。すごいやん。あ、アニメとかでも地上波で流れてるんですよ。え、自慢です、これは。え、どういうこと、どういうこと。え、アニメソング、アニメだって。あ、そう、アニメの曲、アニメのなからのキャラクターのテーマソングみたいな感じで流れてるんです。ケンガンアシュラっていう格闘のアニメです。え、バンド名はなんていうの。ラグドールズ。あ、なんか聞いたことあるぞ。絶対聞いたことないと思うんです。何かと間違えてるから。ラブラドールと間違えてるから。ってことで、中古商品がうちは入荷するじゃないですか、はい、で、もうケンケンが使えないギターがあるんですよね。ちょっとハードロックあんま弾けないからね。うん、ちょっとケンケンが使えないギターがあるので、ちょっとまあ試奏してもらおうかな。はい、まあ、ケンケンが使えないギターということで、はい、週5で入荷してました。クレイマー、かっこいいよ。ストライカーカスタいいね。ストライカー、ね、うん、フォワードとこですよ。ストライカーカスタム211、はい、はい、よくわかります。ハードロックヘビーメタルをやるにはもってこいの一本です。ネックがしっかりしているのでさまざまなジャンルでポテンシャルを発揮します。確かネックは台形、よくこういう形にありがちある、こう薄くて台形なんだけど、でもそんなにこう厚みはちょっとある、ね、厚みはある感じですね。アイバニーズみたいな薄さではないですね。はい、これはもうクレイマーといえばね、いや、もう80年代でしょうかね。これは、はい、
怖い人のオーバードライブ。怖い人のオーバードライブね。ディストーションか。はい。あの怖い人のオーバードライブの YouTube 探してもらって。はい。一応売ってます。一応売ってます。はい。見た目はこれめちゃめちゃいいっすよね。あの弾きやすさは後で変えれるんで、うん、あ、いやいや、まあ調整はね、そう、調整なんだよ。え、普段は何のギター使ってるんですか？あの、ワッシュバーンのポールスタンレーの鏡張りになってるやつ。あー、すごいな。さっきの見た目から変えるっていうのがすごいそうなんですよ。と、アクリルのワーロックを日本語交互に使ってます。だってアクリルのワーロックなんかめちゃめちゃ重いんじゃないですか？やばいです、6キロぐらいあります。思い出しポール。いやでもそれをやっぱり やりこなしてるならいいっすよね。これじゃなきゃダメだっていう。しんどいっすよ。僕はこのねバナナヘッドじゃないですけど、ちょっとこうなってるヘッドやっぱりなんか今となっては結構かっこいいなと思うんですよね。ちょっとこう先がキュッとなってる80年代を感じるし、さっきも言ったけどこのメイプルシバ、いやー、メイプルシュガーはなんかこの恥ずかしい感じがいいよね。何恥ずかしい感じか。何恥ずかしい感じって。今それみたいなのがいいよね。ジョン・メイヤーがなんかグラミーかなんかでジャクソンかなんかのこういうギター使って、やってましたね。ね、だから今逆に80年代がリバイバルしてる感じあるから。そう。いいよね。かっこいいし。そう、持ってるギターはフロイド・ローズですか、リモート。違います。苦手なんですよね。あれあれ、まあ別に買ってもらうわけじゃないから。持ってはいるんですけど、うん、あんまりレコーディングの時ぐらいしか使わないです。なかなか僕ら紹介してなかった機材ですね。そうですね、はい、あまり触れないでよ。これでも元された時に弾くフレーズがあんまないんだよね。そうなんですよね。かわいい、かわいい。あ、意外に、意外にお気に召しているみたいですね。かわいい。クレーマーストライカーカスタム211 44,800円の消費税っていう。いやでもこれはでもやっぱり一周回ってかっこいいな。いや一周回ってかっこいい。うん。あの80年代です。80年代、はい、へえ。ちょっと欲しくなってきた。おや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 時代に。確かにクレーマーってあんまり傘ないんじゃないの。あ、クレーマーのむっちゃ蛍光みたいなのちょっと欲しくて、ちょっと前売れちゃったんだよな。え、やったんや。あれクレーマーだっけ。あれクレーマー、あれアイバリーじゃない。あれアイバリーですか、うん、あれもね一瞬待ってかっこよかったんだよな。そう、ジョン・メイヤーが使ってたのもこういう感じなんですね。うわこいつなんかずるっと思った。合わせてきてる、ね、合わせてきてる。なんかそれ格好はさ、なんか黒縁の目がけてさ、スーパーマンのクラーク・ケントみたいな格好してさ、スーツで、まあ、ずるいなジョン・メイヤーとか思って。ジョン・メイヤー大体ずるい。ジョン・メイヤー大体ずるい説、まあ、顔がずるくないな。それ褒めてる、褒めてるから。これ後ろ何ついてんだこれ。あ、な、六角レンチ。六角レンチを挟むですね。あ、調整。調整の。そう、ここにレンチを挟んどいて。ああ。このいつでもロックしたりとか。え、ってことはこれどこ製なんですか。え、これどこ製、日本製？というか意外と情報なくて。あ、謎なんだって。ええー。書いてあるのかな。ミステリアスなんだって。いいですね。ミステリアスって言われるような。いいですね。なんか使ってるギターなんちゃら使ってるやんって言われるより、うん、あれなんなんみたいに言われる方が良くないですか。確かに、これはマジで何段感はある。これ何段感はすごい。しかも濃いやっぱりこの形が似合う。欲しい。さっきと全然違う。色もね、今じゃちょっと見ない色なんですね。パープルバースみたいな。女の人ってさ、紫色のギター好きな人多いよね。楽器が好きな人。やっぱ男と全然違うよね。感覚がね。なんかうちら頑張ってもさ、バーガーディービスじゃん。だけど女の人って結構このくらいの紫とかでも、あ、ナスイとか。ああ、
わかんない。安直だよ。安直だよって思われてるかもしれないよ。わかるわかる。男たち安直だよって思われてるかもしれないよ、これ。だから、そのなんか、ヴィンテージにとらわれるっていうあの概念がないから、うん、素直にこれがいいとかって言えちゃうんだと思う。僕らもね、俺らもとらわれちゃってるから。ギターの歴史にとらわれちゃってるから、うん、やっぱサンバースト渋いよね、みたいな。そう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 。59年だよね、みたいな。そういうのやっぱりとらわれてますからね。ですね。女性の感覚はやっぱ大事にした方がいい。女性の感覚大事にした方がいいですね。なので今日は、大阪から来たお客様と、そして、このクレーマーの紹介。クレーマー大阪からのクレーマー。違う。はい、あの、クレーマー、ね。クレーマーをぶった切るってこと。はい、ケンケンがちょっと、手持ち無沙汰になっていたクレーマーギターのご紹介でした。小山ハンクでした。